どうもどうも、イヤホン名古屋オステンの中田です。イヤホン名古屋オステン買取担当の時です。はい、今回はですね、前回に引き続き第2弾としてまたイヤホンを名古屋オステンから紹介させていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介いたしますのはスーディオっていうブランドのイヤホン2つになります。こちらのブランドはどんなブランド？こちらがですね、スウェーデンで作られたブランドです。ストックホルム生まれですね。 おしゃれ。そうなんですよ、パッケージもすごいおしゃれですよね、まず一つ目がこちら、スーディオの TVA というモデルになります。こちらインナーイヤー型のイヤホンとなってまして、ケーブルもフラットケーブルなので絡みづらくて日常生活でも抜群に使い勝手のいいイヤホンとなっております。実際聞いてみると、インナーイヤー型って中高域が強いイメージがあるんですけど、これしっかり低音も出ているので、あのロックだったりとかっていうのも相性はいいと思います。2つ目はこちらですね。こちらのスーディオクラングになります。でこちらの方がですね、さっきとは違ってこっちは普通にカナル型の方のイヤホンになりますね。こちらが実は左右のケーブルがちょっと長さが違うようになってて、ちょっと首からこう回して使っていただくデザインになってます。最近珍しい U 字型って言われるようなイヤホンのスタイルになってますね。でこちらもフラットケーブルなので全然また絡みづらいデザインになってます。ボタンが TVA はリモコンのボタン1つなんですけど、こっちのクラングの方だと3つになっておりまして、上が、プラスの音量を上げる方で、下が下げる方になってます。で真ん中が再生停止ボタンになってます。こちらの音質なんですけれども、密閉型、カナル型っていうこともあって、低音により芯のあるような音作りになってますね。さっきの、TVA もロック抜けるって言ったんですけど、こちらのモデルもロックすごいいいと思います。その他にも、クラブミュージックだったりとかジャズなんかも雰囲気あっていいと思います。こちらどちらのイヤホンもカラバリが4種類ずつですね出てまして、ブラウン、ホワイト、ブラック、オレンジ、この4種類で展開されてます。こちらですね、この、2種類の他にもバサっていうイヤホンと、あと Bluetooth モデルも、ご用意ございますので、ぜひ店頭の方でご覧いただければと思います。あとこちらの商品ですね、すごく結構女性に人気ある商品なので、ぜひぜひホワイトデーとかいいんじゃないですか、どうですか、いいんじゃないですかではでは、名古屋オステンから中田と時でした。バイバーイ。